巨人ヤクルトの第1回戦が今プレーボールであります。キャッチャーの山倉に対して江川、その第1球を今速いボール、注意といいですね、いい球でした。さあ第1球スピードボールできました。2球目カーブ、ピッチャーゴロ、ワンバウンド江川取りました。先頭バッターを取り、島さん、しかしやはり緊張感もなければいけないと。そういうことですね、この開幕戦の緊張感、はい、あるいは中盤からですから、まともな調子だと打ち込めないだけに、江川の好投が投球そのものに相当、重心が置かれていくんじゃないですか。速いボール詰まりました、キャッチャー後ろ、まあ、こうしてグラウンドで長嶋さんが笑顔をご覧になるのも7月12日以来ということですが、ショートゴロ、ショートの河野、フルバウンド取って一塁中畑に送りました。ということで長嶋さん、今日特にどういうことを見てみたいですか。そうですね、まあ、今お話のようにこの笑顔のピッチング、まあ、しばらくで、まあ、見たんですが、投手生活で安定期に入ったような気がするんですよ。安定絶好期ですね、安定の絶好期ね、絶好期、絶好期に入ったね。なるほど、しかしまあ金田さんね、圧が少ないし、ですからもうこの24号でしょ今、はい、これから30までは江川の時代が続くんじゃないですか。なるほどね、よほど自分がボケしない限りね。江川ダッシュして素手で取って一塁は飛び上がってさーっと出てきてね、下からさーっと一塁へ投げてたでしょうねバッターボックスに4番の大沢審判部長に、俺も迷宮会入ったよっていうふうに冗談言われてましてねこれはあの迷うっていう迷宮会だって言われて、笑ってましたけどね。はい、でもまあ選手としてはまあ晩年に入ってるんですが、やる納得いくですね、自分の花を咲かせるという時期に入ってるわけですよね。2エンド1です。4球目カーブ外れました。ただね、は、はい、把握してもらいたいですね。そうなると本当に金田とした、左バッターにとっては逆風です。回数を追ってこないとね、調子が上がってこないんですよね。それこの回こういう長嶋さんご覧になって、いわゆるボールそのもの来てますか。うん、そうですね、決して、まあ、この位置ですから、はい、そばでありませんかね。左中間へ飛んでいます。トマソンがヨーとセンターより構えに入り、怪人のハーローが入りました。江川1回はランナー2人を出した 3A からのハーロー、それからテスト生から合格というデントンという両外人が入ったんですが、デントンの方は一軍登録なりませんでした。バッティングヒッティ、ミートバッティングですか、はい、そういう人が合うという関係でこういう形の選手を連れてくるようになったんじゃないですか。そういう観念がどうも、我々の頭にあるかな。そういうことでついスケールの小さい選手見ますとね、ちょっと魅力が乏しいという感じがするんですね。ジャストミートしただけで上段あるいは場外に打つ力を持ってますから、そうですよね、相当そういう点じゃね、外人との早いボールが来ました。これはね、2エンド1追い込んでカーブです。まあ、開幕戦といえば、思えばこのお二人は昭和33年、金田さん、はい、いや、あの速い速球ですから、もうこうやって江川君投げておりますけどね、はい、江川君あたりの球は今最近プロ野球で非常に速いと言われておりますが、この金田さんの場合の球の速さはですね、また質は違うんですね。本当に今あの当時はですね、140とか145だとかですね、あのマシンの測定器がなかったんですから、はい、あの当時前世でどうですか、150は平均で出してたんじゃないでしょうか。超えたかもしれないね、150平均は出てたと思うんですね。ですからあの球の速さがね、思い出しますね。その長嶋さんが翌年の開幕戦でやはり、国鉄を使って金田さん、ホームラン打たれましたね恐れ入りますいや、さすがにあのこういうゲームではよく金田さん打ち、まあ、しかしバッティングそのもののバットスイングの速さっていうのはね、信じがたいほど速かったですよ。赤いバッターがですね、今の隅君ですね、はい、江川を打つと、これもやはり好投手にいい、そういうことですね、ということになりますよね。野手としては大事なことじゃないですか。まあ、もうピッチャーできないですね。それだけあるいは下半身の強さが必要ということになるわけですね。ですから早くどんな体勢からパッと力でカバーしていかなきゃいけないですね。これまでスワローズのヒットは3本、ジャイアンツ2本です。1回手の打球、センターハーローが転びまして、この間に粟口ホームイン、
そして山倉の内野ゴロでトマソン帰って2点を取っています。さあ風があります。やはりこうカウントをたやすく取りに行くとあのようにホームランを打たれるだけにね、ほんと慎重になってきてますね。なるほどね、はい、あれ初球でしたね。はい、インコース速いボール、セカンドの篠塚まず腰を落としました。最後に中畑、インコースストライクです。追い込んでますね、追い込んでますけど、そのフォークボールをね時々投げてますね。ああそう、本当にありえないという感じですね。このスピードで139、まだまだこの後出てくるでしょう。そうですね、センターの松本が割合浅い守備位置です。1球目投げました、高め外れてボール、ショートゴロエラーの渡辺、あのホームラン打たれてから余計にですね。そうですね、速いボールインコース決まりました、ツーストライク。さあ怖い顔でツーエンドワン追い込んで第4球、速いボール140球、ファウルです。と4選手が表彰を受けています。ツーエンド真ん中高め142キロファウルです。セカンドランナー渡辺、チラッと見やりました。マウンド上の江川、カーブ、うーっと決まらない、ボールボール、プレータンパイ。さあそのよく見た佐々木、江川第8球になります。カーブ、これは決まった。あれはどう、膝に日本ハムの成田からデッドボールを受けまして、スターティングメンバーでは使っていく、もし外したら滝上監督本人がこの怒るだろうというふうに言っておりました思い切って打つという形で入ってるんじゃないですかね。なるほど、杉浦もバッティング絶好調です。今日はしかし2打席